どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト10目覚めシーツの雫、初見実況プレイ始めていきたいと思います。では今回から、レーンの村の攻略を始めていきたいと思います。レーンの村なのでね、種族を、こいつ魚さこなんていう種族だったっけ、忘れちゃったけどこいつに変えております。ではクエスト受注してくれる方がここにいるらしいので、では久しぶりの例の村で開始していきましょうか。村長さんですね。おお、みそではないか。いいところに帰ってきたな。ちょうど、ルペカちゃんの様子を見てやってくれるか。はい、いいですよ。ねえ、みそ、お願いがあるんだけどいいかな。慰霊碑の逸話を覚えているよね。そう、レグさんの花嫁のダーリアさんが海で身を清めようとして溺れちゃった話。私ね、この話に納得がいかない。だってウェディが海で溺れて死んじゃうなんてどう考えても変でしょ。これには何か真相が。あ、いいよ。そう、三つのこと知って、ここだって僕の実家ですからね。一応少女探偵ルベカちゃん、こんな感じで行こうかしらでは助手の三つおくん、まずは基本に忠実、ダリアさんの事件当日の資料を集めることから始めてほしい。父さんじゃなくてセトリ船長、村長か、意気込みを頼む。いいよ。なんでおじさんの子になったの急に。東大元暮らしと言うだろう。真実は案外近いところで見つかるものなんだ。それはでもね、結構間違いないよね。東大デモ暮らしね。さあ行きましょう。はい。おじさん、こっちは。はい。これで少しでも元気になってくれるといいんだがな。村長のマシン、はい、あります。何、ダーリアが生きていた時の資料は残っていないかだと。あるとしたら村人の名簿くらいのものだが、なぜそんなものを探している。おお、ルベカちゃんの頼みなら。娘の頼みなら何でも聞いてくれるのかい。やっぱウェディでやって正解だったな、これ。もうちょっといいデザインにしたかったな。おい、メーデ、村人名簿の古いやつをどこかにしまっておるか覚えておるか。50年以上前のも、古いものはだいぶ前に捨てませんでした。そうだった、ヒューザのやつに捨てて。うわっ、ヒューザお前捨てたのか。あ、怒っちゃう。むむ、この事件の手がかりは村長により闇に葬られようとしていた。ん？さりとて村長が犯人とは思えない。ルベカちゃん探偵ごっこかなお父さん、あ、セトリー船長、船長で村長、この村人名簿をどこに捨てたのか私に教えてくれるかね。うん、確かヒューザがレーナムリョック屋にある忘却の洞穴に出かけると言って、ついでに私の推理によれば、意外と律儀なヒューザは言われた通り、その洞窟にヒューザに聞けばよくね。聞いていたかね、ミツオ君。ダーリア事件の重要な手がかりが洞窟の中に眠っていると分かったぞ。ここから助手の仕事だ。頭を使うのは私。肉体労働は君の担当。なんだこいつ私はここで待っている。レーナム緑屋にある忘却の洞穴を奥まで調べてきてくれ。いや、もうねえだろ。いや、こんなヒューザに聞きゃええだけの話じゃね。ヒューザさん、でも多分ヒューザに聞いたところでな、同じ会話しか出ないからね結局。じゃあではレーナム緑屋というところに、忘却のホラーな、どこだ、どこですか。あ、そっちか。ワンチャンさないっすかね、メナショット忘却のレーナム緑屋、祈りの宿、慰霊の浜。あ、ここら辺全然ないんだ。意外とルーラスはないんだな。よし、行きますか。多分ここら辺、そうだな、近いよな。あ、ルーラストーンないんだ。へえ、なんて不便なんだ。久しぶりだな、ここら辺来たの。だいたい3ヶ月ぶりくらいですか。何？いたの敵今。スライム？バブル？お前。じゃ草むらにそんなバブルスライムとか置いとくなって、わかるわけねえ。こんな。え、ちょっとうざいな。忘却のホラーだ。どうやって入る？
めんどくせえ。ああ、いけるか。これ降りる。うお、なんか強いな、いきなり。はっ。お、ちょっと強そう。こんな敵いたっけ、この辺に。まあ、行ってないか。ヒューズすごいな、レベル1でここまで来てたの。すごいじゃん、ヒューザー。まあ多分一番奥深い。なに、いきなりボス戦。ほう、こいつだな。戦うの。ちょっとコーヒーだけ一杯だけ飲ませてください。まあ戦うんだろうな。5体。でもこれね、レイダーメタス終わってから受注できるクエストなんで、まあそんなに強くないと思うんだけど。クイーンオブハーツ、いやマニューいいよな。ほんと白髪にしてくれてありがとうって感じだけどね。ステン、あっ、呪文バイキルツ、はい、ナイス。スクレット、ラグアスが意外と素早さ低いのがね、結構意外なんですけど、強いな。でも聖剣爆撃、うん、ナイス。天下無双、はっ、強いな。強いな、奇跡の風。いいね。もう一回スクレットかけます。うん、落ちるっしょ。え、まだか。まあこれで落ちるっしょ。はい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 、いません。ではあなたはドルモア、強い、ナイスだね。まあベホマラでいいんじゃないですか。うん、よっ、天下無双、はい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 、守備力落としてますよ。はい、もう一回、ナイス、こだま、強いね。することがないね。ピオリムでぶっとくか。キラキラポーンとかでも、おお、キラキラポーンとかでもよかったからね。はい、ナイス。おー、いや、HP 高いよな。まあ、ダメージソースがこっち高いからね。こんだけあってもおかしくはないんだけどな。はい、どうもありがとう。やったぜ。いや確かにあの女の子がね、ここ一人で来てはいいのではないな。強かったわ敵が。いやゲーム実況楽しいわ。おお、ご、あのでっかいやつがいるな、橋に。ゴーレムか、ゴーレムだっけ。ああ、今から勉強しないといけないなんて嫌すぎる。そう、2月以降にね、ポケットモンスターやるんで、バイオレット・スカレットを皆さん楽しみにしててください。めっちゃ楽しみなんだよね。ここかな。はい、一旦ね、ドラクエの実況は終わるかもしんないけど、はい、私の推理によれば君が戻ってきたのは、はい、そうですね。どうぞ。なんかわかった、ダリアさん名前は。地声に戻ってますやん。花婿のレグさんも一緒になってるわ。二人の関係は夫婦と書いて書かれている。つまりこれは結婚式直前に作られた、結婚式の直前に作られた名簿ってことに間違いなさそうよ。あれ、ほら、ここのとこ一人だけ名前が消されているみたい。名前の他は残っているね。性別は女で、年齢は10歳。10歳の女の子。ああ、ぼーっとしてごめんね。おかげで重要な手がかりが見つかったみたいよ。でもここの続きはまた今度にしたいの。今日はここで終わりね。私の助手をやってくれてありがとう。俺にこれをもらってくれる？ありがとう。ウルベア銀貨ね。めっちゃ溜まってるわ、ウルベア銀貨。売ろう全部。お金になるでしょ、結構。
回じゃあ寝ますか。うん、まあそんなダメージ負ってないんだけどね。俺結構回復何あの HP 満タンでいきたい人だからさ、ちょっとしばらくこのレーンの村の三つ葉でいくかな。結構ね、頭綺麗な色してるよね、水色で。あの主人公、女の子にすりゃよかったかな。そしたらおもろかったのにな。なんかあのデフォルトの主人公にしちゃったから面白みが欠けてるよね。はい、あ、水を待っていたのよ。少女探偵ルベカちゃんは再び調査を始めようとしていたところなの。女子の力が必要だわ。いいよ。はい。いや、少女探偵なのに声がおっさんになるのおもろいな。私も幼い頃に聞いたことがあるはずなのだが、断片的にしか覚えていなくてね。子守唄なのに嫌な感じがする歌だったの。村の中で聞き込みをして、この子守唄を知っているものを探してきてほしいんだ。私の推理によれば、昔のことを年寄りがよく知っているはずだ。了解。まあ地図の中にヒントは隠されているでしょうですね。いました、いました。おじいちゃんかな、おばあちゃんかな、どっちなんだいって。おばあちゃんだな。なんじゃ、この村に伝わる嫌な予感がする、嫌な感じか、嫌な感じがする子守唄についてわしに聞きたい。それだけの話ではわからんな。普通の子守唄ならいくつか知っておるが、それを聞かせてほしいな。やっているね、みつおくん。私も聞き込みがしたかったのが、まあ、うん。なんじゃ、ルベカの探偵ごっこか。子守唄について聞きたいとは何を調べているのやら。声戻すなよ。はい。おお、それはあの歌のことじゃな。ルベカが小さい頃歌ってやったことがある気がするの。昔思い出してちょっと歌ってみようかね。ほう。お前が死ぬと聞こえるあの声、命の輝きが闇に飲まれる。いや、確かに嫌な歌だな。昔はよう歌っとんじゃが、歌われとったんじゃが、子供たちが気味悪がってのをいつの間にか。いや、気味悪がってって言ってありますやん。お前が死ぬ、命の輝きが闇に飲まれる。そうよ、この子守歌だわ。バーバサさん、その子守歌について他に知っていることはありませんか。これを歌ってくれた母が昔この村に立ち寄った旅人の詩人が作ったと言っておったような。その詩人は世界中旅して回り、旅先で聞いた出来事なんかを元にして歌を作っていた。ってことは別の町のことか。おそらくその詩人はレーンの村の次は新たな歌を題材にしてジュレットの町にでも行ったんじゃないのかの。それじゃジュレットのお年寄りならその詩人のことを知っている人がいて可能性が。私も行くけど黙って出かけるとお父さんがうるさいから外出許可を取ってくる。ああ、でもまだちっちゃいもんね。それは外出許可取ってこなきゃいけないよ。じゃあジュレットに行けってことだな。ジュレット、はい。まだ第2話目ですからね。はい、どうも。教会っぽいな。遠いとこにまた。違うやないかい。こっちか。ここですね。何か手がかりが。一旦ここで終わりますか。ちょうど14分だしね。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。